お誕生日を祝ってくれる男性いらっしゃらなかったんですか。キリン。ちょっとオスだったんですか。オスのハート君って言うんですよ。なんかキリンのオスに祝われる誕生日なんてもうないと思うので嬉しかったんです、はい、クリスマスとかはなんかご予定とかは。クリスマスね、仕事もないかもしれないので。そうなんですか。ねえ、どうしましょう。一緒に過ごします。同じ誕生日です。同じ誕生日です、はい、でもぜひお願いしたいですね。後でメアド教えます。どうしよう、こんな公開されたの初めて。理想のクリスマスデートとかあったりするんですか。ちなみに学生の頃はクリスマスケーキ屋でバイトしてたので、はい、とにかくケーキを売ることが仕事でしたから、ケーキ売って接客してみんなで一番泊まって働いた終わった夜にみんなで食事しに行くっていうのが、ラーメン食べに行ったりするのが何より楽しみでした、うん、だからどっちかっていうとクリスマスイブとかクリスマス働いてその後でみんなで頑張ったねっていう、そういう集いをするのが通例だったので、今でもそれが楽しい記憶ですね、うん、美味しいラーメンいっぱい知ってるんで、ぜひ。あ、本当ですか。どうしよう、もうなんか、どうしよう、暇じゃないってすごい。話は変わりますけど、はい、話は変わりますけど、お仕事ですか。お仕事ですか。お仕事ですね、しょうがない。先日流行語大賞が発表されたりしましたね。いろいろこう今年の流行語が発表されましたけど、うん、はい、なんかこうダミさん的にこうダミさんの中でこう自分の中でこれが私の中の流行語だったってありますか。これ大丈夫かな。もう法的な裁きを受けてしまったんですけど、チラッシャイマセが何より印象的でした。チラッシャイマセ、いらっしゃいませじゃなくて、チラッシャイマセって言ってお客さん迎えて逮捕されちゃったところ。それが壇蜜さん的な流行語。いや、そんな秀逸ないらっしゃいますよ思い浮かばないなって思って、うん、じゃあそれがもう壇蜜さんの中でも2014年流行語大賞。チラッシャイマセ、チラッシャイマセ。2013年はバナメエビだったんですけど、今年はこの後の汗ちょっとかいてすごく緊張してるんで、もうちょっと今年はあとディナーショーなんかもやられますよね。そうなんです、まず年末までにまずディナーショー成功させるのが一番の年末の任務なので気は抜けないですね、うん、どんなディナーショー。そうですね、歌わず踊らずでも元は取れるように全書するという作りです。歌わず踊らず全書するってどんな賞ですか。そうですね、まあ2万円するんですよ。でお料理代で1万ぐらいと考えると1万円に見合う働きをします。今なんか考えてることってあります。そうですね、くじ引き大会とか。1万円のくじ引き。いや、1万円のくじ引きね、1万円が当たったらそれはそれで物悲しいので、ね、それなりの景品が当たったり、あとはこの間日記を出しましたので、その日記にちなんでちょっとしたトークショーをやりたいと思ってます。そこでしか聞けないようなお話ができたらもちろん価値があると思いますし、やっぱそうじゃないと退屈なものになってしまうので損はさせないように、はい、せっかくその歌いもしない踊りもしないタレントに2万円払ってくれるわけですから、大事に大事にお返ししたいと思います。どんな日記なんですか。そうですね、12月年末に34歳になったばかりの女が決して派手ではない暮らしを淡々と綴ったごくごく普通のものなんですけど、はい、あまりなんかこうドラマチック的なことはないですか。そうですね、キリンに舐められる以外にドラマチックなことって最近ないですね。